マリオカートをやりながらだとこれ一生喋れますね。あ、これリンリンメトロもやりたいんですけど、リンリンメトロはこうデーガ的にって悟空みたいな喋り方になりました。デーガ的にようやってるけのみたいな感じになっちゃうんで、逆にこのビッグブルー、これはですね非常に面白いコースで、3周するわけじゃなくて、合ってるよね、3周するわけじゃなくて、なんか1周の長いコースをずいっとこうやるコースなんでございますよ。ここがねなかなか面白い、皆さんぜひやっていただきたいところでございますが、人がちょっと目減りしましたね。3人抜けたんで、まあ、9人体制ですか。まあ最下位は取らないように気をつけましょう。いけるか。さあ、お、来ました。しかも俺が選んだところ、これ自分で選んでやられちゃ話にならねえでございますんで、このビッグブルーてっぺん取りたいと思いますね。ビッグブルーって確かコースの右下の方にあるやつだよね。あ、かっこいい音楽が。このビッグブルー特殊で、コインが落ちてないんですよ。で、なんかコインもらえる床みたいなとこに入らないといけないですね。あ、ちょっと早かったもの。ミスった。あ、ぶねえ。あ、成功しました。で、ここで、あ、音楽かっこよすぎる。で、この後、これがダッシュ床なんですけど、これがコインもらえる床。コインもらえちゃうよ床なんですね、ここが。で、ここもコインもらえちゃうよ床なんで、ここでコインもらっちゃいます。で、これもコイン10個になったんで、もうすさまじい速さでの、このダッシュができると。でーるでーるでーるるるさあ、コース全然覚えてないですね。こんなコースだったっけって思いながら今走ってます。こんなコースでしたっけ。まあ、ここで飛びましょう。あれ、これしかも、ごめんなさい。なんか何周もするやつですね。あ、違うわ。あ、そうだ、ここ水だ。水のとこだ。この水に流されながらもこう速度を出していくと、ここはね好きなんですよ、楽しい。ウォータースライダーに乗りたい。あわよくばね、可愛い女の子と一緒にウォータースライダーに遊びに行きたい。泣きそう。可愛い女の子とねウォータースライダーに乗って、やだ真央さん、ウォータースライダー、ちょっと私怖いんだけど。大丈夫だよ、俺が教えてあげるからさ、ほらウォースターコースターのさ、この乗り方ってさ、ほらこうやって乗るんだよってやりたいですよね。おい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 、ふざけんな、見えねえ、前が見えないのがやばい、前が見えねえ。あ、2位になっちゃった。スティーブ、お前、今気持ちよく走っとったんぞ俺。スティーブにやられないようにダッシュを一つずつ拾っていき、あれ、これもうゴール見えてますよね、これもしかして。これゴール見えてますよ。マウシマウシマウシ、やばいやばい、マウシ、これスティーブ来るな、スティーブ来るな、あばよスティーブ、ありがとうなんす。ビッグブルーの走り方わかりましたでしょうか。これが正しいビッグブルーの走り方でございます。ヨッシーの手めっちゃキモいですね。なんかぬるぬるっぷりがすっげえキモい。ヨッシーの手引くほどキモい。何これ。びっくりします。じゃあまた次回。